セカンドダウン、ラウンド1。ラウンド終了しました。ラストラウンド終了しました。これよりジャッジペーパーの集計に入ります。
ジャッジの集計の結果を発表いたします。ジャッジ翔30対29、ジャッジ和田29対28、ジャッジ大沢30対29、3対0をもちまして、勝者赤コーナー松下龍斗。この結果をもちまして松下龍斗選手34kg級の王座防衛です。敗れはいたしましたが、大井小天太選手にも温かな拍手をお願いいたします。そして再び松下選手の腰に 34kg 級のベルトが巻かれます。認定賞スマッシャーズジュニア34kg 王者丸登場所属松下龍斗、おめでとう。ありがとう。改めてジャッジペーパーをもう一度発表いたします。ジャッジ大沢30対29、ジャッジ和田29対28、ジャッジ翔30対29、3対0でチャンピオン松下選手王座防衛でございます。見事王座防衛を果たしました松下選手に毎日の大きな拍手をお願いいたします。